ビスカス方式のカップリングファンファンクラッチとは、自動車の冷却システムにおいて、不可欠なサーモスタット及び、クラッチの一種である。この機構が組み込まれたエンジン回転を動力源とする冷却ファンのことを、特に、カップリングファンと呼ぶ。ファンクラッチはエンジンが冷えている時や、通常の作動温度の時に、ラジエーターの冷却ファンへのエンジンからの機械的、駆動力を一時的に立つ働きがあり、 一般的にはエンジンの前方にウォーターポンプと連結された形で設置されベルトトップウィリーを用いてエンジンのクランクシャフトに接続される。ファンクラッチによりエンジンは常時冷却ファンを駆動し続ける必要がなくなるため馬力損失の低減を図れる。しかしもしもエンジンがファンクラッチの作動開始温度を超えて温度上昇した場合、 ファンクラッチはラジエーターを通過して温められた空気の温度を検知して完全につながった状態になり、クーラントの温度が許容の値に低下するまで冷却ファンを駆動することになる。1994年式レクサス LS400 のファンクラッチファンクラッチを用いた機械式のカップリングファンはトラックや SUV、多くの後輪駆動車において最も一般的である。 こうした車両はて置きエンジンのため、ラジエーターに面して、ベルト駆動の補給を配置するのが容易なためである。冷却ファンは、クランクシャフトプーリーか、その他の補給のプーリーに取り付けられ、ラジエーターとエンジンの中間で回転することで、ラジエーターから吹き込んだ空気をエンジンの後方に吹き流す働きをする。もしもラジエーターを通過した空気が加熱されていたとしても、 エンジンの表面温度ほど厚くならないため、エンジン周辺を通過する。対照的に前輪駆動車の場合、通常はクランクシャフトと前車軸を平行に配置し、トランスアクセルを形成する関係で、横置きエンジンの構成が取られるため、機械駆動の冷却ファンを取り付けてもエンジンの側面に位置することになり、ラジエーターに生体することがない。このため、前輪駆動車では、 電動式の冷却ファンが事実上普遍的に利用されている。電動式冷却ファンは作動にあたり、オルタネーターを用いて機械的な回転力を一度電力に変換する必要があり、機械式冷却ファンに比べてエンジンの回転を効率的に利用しているものであるとは言えず、エンジン回転中に要求される電力消費も機械式冷却ファンの車両に比べて多くなり、 より高出力のオルタネーターや大型のバッテリーが必要となるといった端緒も多い。しかし、電動式冷却ファンは電気式のサーモスタットを用いた制御によりエンジンの温度が作動温度を下回っている場合にはファンの回転を完全に停止させておくことができる利点がありエンジンコントロールユニットによる統合的な温度制御も行いやすく何よりもファンが回転中に エンジンの馬力をほとんど損失しないということが最大の長所であり、後輪駆動車でもモデルチェンジや車両チューニングの過程においてカップリングファンを排して電動式冷却ファンへの移行を図る例も見受けられる。ほとんどのファンクラッチはバイメタルに類似したサーモスタットと粘性、または流体継手が組み合わされた構造である。このような構造の場合、 ファンクラッチの周辺温度が高まることで内部に充填されたオイルが膨張。通常は回転が立たれた状態と完全につながった状態の2段階の制御であることが一般的であるが、高価なファンクラッチでは周辺温度に応じて回転の接続の度合いが複数の段階に制御可能となっている場合もある。また、いくつかのファンクラッチはバイメタルの代わりに電気的な制御を用いており、 任意の作動温度のほか、エンジンの温度以外の要素でもクラッチの接続の度合いを段階的に制御できるようになっている。一般的な制御因子として、エンジンオイルの油温、マニュアルトランスミッションのギアオイルや、オートマチックトランスミッションの ATF などの変速器の油温、クーラント温度、カーエアコンの冷媒圧力等の要素が用いられる。ファンクラッチは、 他の補機と同等以上の信頼性を有するが、時に故障する場合もある。一般的な症状は、ファンクラッチが駆動力をファンに伝達できなくなることに起因するアイドリングや渋滞時のオーバーヒートである。カーエアコンのコンデンサーは通常ラジエーターの前方に置かれるため、故障したファンクラッチはエアコンシステムの効率低下にもつながる。また、ファンクラッチのもう一つの故障は、 駆動力を断続できなくなることにより、冷却ファンが必要ない場合でも常に回転し続けることで、エンジンの出力低下を招くことである。この種の故障は燃費の悪化にもつながる。寒冷な気候でのファンクラッチの故障が引き起こす、別の潜在的な兆候は、カーヒーターが十分に温まらずに生ぬるい風しか出なくなることである。これはひいては、 オーバークールを引き起こすことにもつながる。多くのファンクラッチは、ビスカスカップリングと同様に、シリコーンオイルが内部に充填されているため、シリコーンオイルが外部に漏れた場合は、ファンクラッチが規定温度でも接続できなくなる症状が発生し、逆に何らかの理由で、シリコーンオイルが変成したり、内部のクラッチプレートが物理的に破損する等の要因で常時つながったままと、 なる症状が発生する。後者の場合にはエンジンが冷感の状態でクランクシャフトを固定し、冷却ファンを手で回した際に全く空転しなかったり、正常品と比較して空転が異常に渋くなっているなどの症状から判定が可能である。いずれの場合でもファンクラッチの部品交換が必要となるが、オイル漏れによる接続不良の場合には、 シリコーンオイルを再充填することで再利用が可能な場合もある。さらに別の症状としては、ファンクラッチのベアリングが故障することで、エンジンルームから異音が発生することである。ありがとうございます。